生活が変わった、環境が変わった、ちょっと戸惑いを感じている私。でも変わらない安心もある。あ、またあのオレンジ色のバスがやってきた。私がいつも乗るバスは明治産業のラッピングバスらしい。ラッキーシートに座れたらその日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまう。明日もまた乗れるかな。あなただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は九州出身のピアニスト浦秀明さんをお招きしインタビューをしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。浦君は2回目のご出演ということになります。そうですね、以前ご出演いただいた時にはまだバークリー在学中で、その今のバークリーについてお話を伺いまして、で、収録後オンエア後になるオンエア便だったかな確か、ライブが福岡で ね開催されまして、我々スタッフ3人で行かせていただき、度肝を抜かれましたけどね。すごかったねあれは ね、あのウルトラ技巧を目の当たりにしたというですね、すごかったですが、で現在は卒業されて、まあやっぱりもうプロの道、向かわれてる浦さんなんですけど、まあコロナ禍ということもございまして、いろんなことがあったみたいです。そりゃそうですよね、その大学をどのようにして卒業できたのか、そしてその後 の、 まあそのコロナ禍においてのそのキャリアはどのように描いていくのかとですね、そのあたりってことですね。もうびっくりさせられまくりましたけど。なるほどな、ねえ楽しみです、はい。それではインタビュー前半をお聞きください。今回のゲストは浦秀明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあピアニスト、キーボーディスト、コンポーザー、はい、もういろんな肩書きといいますか、お持ちですが、まあ、前回ご出演の際にはまだ、バークリー音楽大学在学中で、でいろんなバークリーの今なんてお話もね、そうだね、伺ってまいりましたけど、はい、あれから何年？ 1 年半ぐらいですか？とかなんですよね。ですよね。で現在浦さんは、日本に帰ってきてる状態。はい。ただ、これまでの間に、いろんなことがあったんですよ。単なる武者修行ってわけじゃなさそうですよね。これね。今とんでもない経験をたくさんしてらっしゃるので、バークリー武者修行後編ってわけじゃなかったっぽいんだね。そうそうそう。ね。でその辺をちょっとね順を追って伺っていきたいんですけど。はい。なので、まあ、まずこの前インタビューさせてもらってから、まあ帰りますわなアメリカにね、で、まあ、バークリー行きますわな、ただほらコロナ禍ってのがあるんですよ。あれがだから放送が2020年の1月とかぐらいだったと思うんですけど、でそこから帰られたから、まあもう要はコロナ真っ只中 の、あのアメリカのボストンに帰られたというところで、これはなかなかな、しかも外国人としてね、戻られたわけですから。だってまあ授業というか、もう今までとはそれまでとは違うスタイル、まあ、こっちもね日本もほらオンラインになったりとか、まあいろんなことがありましたけど、バークリーもそうなったの？なりました。多分あの時1月の12日とかにあの福岡でライブとかがあって、その後もう結構すぐ、まあアメリカの方に帰って僕、最後のバークリーのセメスターだったので、じゃあ最後の授業を受けに行きましょうっていう感じで気合入って行ったんですけど、まあちょうど1月ぐらいからなんかそのコロナがどうたらこうたらだとか、であとちょっと違う話になっちゃいますけど、ブラックライブズマターとか、あそこら辺の話があって、アメリカの情勢が若干、あの不安定というか、あの大統領選とかもありましたから、ああいうなんか不安定な時期が結構あって、でその中であのコロナですよね、なのでいやこれはすごいことになってるなっていうのを、まあ実際にいるんですけど、若干こう第三者的な目線からも別にそういうのに参加しなかったので僕はこう眺めてたんですけど、その中でちょっとコロナが笑えない状況になってきたぞっていう感じになってきて、もうめちゃめちゃみんな、まあ、あのアメリカ、その日本もその 今はもう
なんか収められる、まあ、一旦ねちょっと収まっている状態ですけど、日本でなんか何百人とかでちょっと騒いでる感じだったんですけど、うんうん、アメリカ格が違うので何万とかの世界で、そうでしたよね、うん、でもう毎日何千人って人が亡くなってるとか、うん、そういう状況が続いてる中で、最後僕はあの、最後の授業だったので作曲の個人レッスンみたいのがあって、うん、タマールっていう、おばあちゃんのすごい優しい先生の中でもう作曲のレッスンを個人でやってたんですけど、うんうん、その時に3月ぐらいに先生から来週から、学校閉じるぞという話を聞いて、うん、僕もなんてっていう話をしてたら、学校閉じたら僕らの授業どうなっちゃうんですかって話をしてたら、うん、オンラインになるだろうっていう話になって、うん、あ、オンライン授業になるんですかっていう話をしてたら、本当にその日の帰った時にバークリーから一斉メールみたいなのが、うん、生徒に連絡が来て、うん、来週から学校はクローズしますと、でそこから授業は全部オンラインに移行しますよっていう話が来て、うん、でただ初めての経験なので、うん、そのまあ田丸先生も含めてこうお年を召してる先生方はやっぱり大変で、うん、対応できなさそうですよね、うん、なんか若い先生ですら結構大変だったので、うんうん、まあでも形を変えて、まあ、授業は進んでいってってことはやっぱりもう期間通りに卒業になったってことですか、はい、なりました、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ、卒業したらやっぱ皆さんね、音楽の世界に旅立ってね、はい、プロとして活動する方も多いと思うんですけど、うん、そこはどうなっていくのかな。そうですよ、うん、だって何せその要はコロナ禍においてですよ、うん、まあ特にまあパフォーマーであるその浦君みたいな人は、うんうん、現場がなかったんじゃないかって話ですけど、はい、まあ、まずビザの話として、うん、まあ、学生の時は F1 ビザっていう学生ビザで僕らはアメリカに残ってていいよって形になってて、うん、で卒業した後に OPT っていう、ビザがあって、うん、1年間アメリカに残って、まあ、なんか仕事を探したりとかなんとかして、うん、で、なんかその後なんかいろんな資料とかを作って、うん、USCIS っていうその移民局の方にいろいろ資料提出して、うん、じゃああなたはアーティストとしてアメリカに残っていいですよ、うん、みたいな感じのをいただいて、うん、アーティストビザ O1 ビザっていうのをもらって、まあ、3年間そこからまたいられるよっていうようなシステムなんですけど、うん、まあ、今、まあ、おっしゃったように、うん、コロナ禍なので演奏場所がそもそもないので、うん、だから報告すべき実績を作れないんです、作れないってことですよね。そうなんですよ、うん、なので僕その3月の時点でその閉じちゃったじゃないですか、うん、で見てる限りこれは長くなるぞっていう感じだったので、アメリカの様子とか見てて、でちょうど僕ぐらいの時期に入学してもう卒業しますよっていう人たちが多かったんですよね。僕と同じ時期の卒業式の人たちが多くて、これどうするよっていう話を3月にみんなで話してて、このままじゃアメリカ、まあ、1年間残ったとしても何もできないし、そうだね、まあ、最悪1年間だけ最後残って頑張ろうかなっていう人も何かいたんですけど、もうこれはもう帰るしかないみたいな、うん、そうだよな、飯食えないもんな。そうなんですよ、でそれだったら1年間その1年を日本に帰ってしっかりなんかこう なんかね、音楽のことで別にやった方がいいって、わざわざアメリカに残る必要がちょっとないかなっていう人たちがいて、でもちろん僕も結構大変だったので、はい、もちろんどうしましょうっていうのを結構両親とかとも話し取りとかしながら、で僕としてはやっぱりそのアメリカで音楽をやるためにまあバークリーに来て学んできたので、まあどうしてもアメリカに残りたいっていうのはあったんですけど、どうしようっていう時にまあわざあの連絡がね、あるところから来ておそれが、あの今僕、まあ、所属させてもらってるんですけど、エローラマネジメントっていうアメリカの事務所で、うん、上原ひろみさんだったり、あと巨匠のアーマット・ジャマルさんが、まあ、所属してらっしゃる、うん、まあ、音楽事務所があって、うん、僕はあの2019年とかからヤマハの奨学金いただいてて、うん、でその時にちょっと気分も上がってたので、うん、なんか有名な人にメッセージ送ったりをしてて、うん、トニー・グレイだったり、はいはい、でその中にエローラマネジメントにも送ってたんですよ。最初レーベルだと思ってたんですけど、うん、まあ、事務所に送ってて、うん、したらその時
社長さんがアマット・ジャマルさんの、まあ、奥さんとかにあたる、はい、まあ、ローラさんという方で、うん、その方から、まあ、頑張ってねみたいな感じでその会話終わってたんですけど、うん、本当になんか突然メッセージが来て、うん、秀明とお前は3月今3月だけど5月卒業してどうするんだっていうメッセージが突然来て、うん、来るんだ突然あのフェイスブックのメッセンジャーで来て、フェイスブックのメッセンジャーで 来ないよ、びっくりするよ本当、もうすごいな、すごいな、だってほら僕楽昔から知ってるんですけど、上原ひろみさん好きでね、はい、大好きで影響も受けて、そんな事務所からです、名門オブ名門、しかも自分の憧れの、うん、ね、ところからってことは、じゃあ最初にメッセージ送ってから、まあ多分ちょいちょいチェックされてたってことですかね、多分そうなんでしょうね、うん、僕、まあ、ちょいちょい Facebook に演奏してる動画とか上げたりはしてたんですけど、うんうん、でそれで、まあ、突然メッセージが来て、うん、僕もこうパッと見て、うん、うん、まあなんか心配してくれてんだろうなっていうぐらいのテンションで、はい、ええ、まあなんかちょっと今コロナで大変なことになってるから、うん、ちょっと、うん、やばいかもみたいなこと送ったんですよ、うん、したら、あ、そうかみたいな、うん、でしたらなんかまた連絡するわってその時は言われたんですよ、はいはいはい、でそっからまた音信不通の期間が1週間、はい、1週間後に突然またメッセージが来て、ええ、お前あの私の事務所に入れるからっていうメッセージが、うん、すごいねえ、映画じゃん、映画じゃんね、すごいね、突然、本当に突然そう来て、うん、で僕も何事ってなって、何事だよな、でしかもちょうどその時授業受けてたんですけど、うん、まあ、授業、まあアメリカ人もあの Zoom の授業は日本人とあんま変わんないんですよ、うん、で結局先生が喋ってる時あんま聞いてないのであんまり聞いてなかったので、しかもどうでもいい、どうでもよくはないですけど、そのなんていうかこう講義の授業だったので、はい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 、座学のね、座学のもつまらん、うん、あのインはしてるけど、インはしてるけど顔も隠してるし、うん、で、うん、先生たちはミュートしとけって、うるさいからミュートしとけって言ってんで、うん、まあ、ミュートしてるんですけど、うん、で突然メッセージがおおとか思って、うん、なんかそこからなんか突然なんかメッセージ、長文のメッセージがトーン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 っていっぱい来てでその内容をこう見てたら、うん、バークリーに、ピアノ科の先生で三輪陽子さんっていう素晴らしいジャズピアニストの、うん、先生がいらっしゃって、うん、その先生も今そのエロラマネジメントに入る入らないの話をしてるんだと、うん、でその中でさらに、ウーブンチューミュージックレーベルっていう、うん、イギリスの、うん、ジャズの、まあ、レーベルがあって、うん、そこと、まあ、なんかパートナーシップを組んで、うん、まあ、共同でマネジメントで、レーベルはそのイギリスの方の、うん、ウーブンチューミュージックから出しますっていう契約を今交わしてるところなんだみたいな話をしてて、うんうん、で、あのついでにこのプロジェクトの中にお前も入れるからみたいな、うん宮さんモデルでお前もデビューさせっからそうそう、お前も入れるからみたいなでもその話はもう進めてると、うんうん、でそのウーブンチューミュージックの CEO がもうマーティン・ヒュミルさんって言うんですけど、うん、でマーティンとも、まあ、その話をしてるという、うん、書いてて、うん、僕もなんか突然なっすぎて、うんうん、まずそのマーティン・ヒュミルって誰だみたいな話になってきて、うん、したら、うん、その2分後ぐらいにフェイスブックでマーティン・ヒュメルさんからなんか友人リクエストが来るんですよ。早いよ展開がよっつって名前一緒だと思って俺っつって承認して、したらメッセージで、うんうん、ナイスチューミートゥヒデヤキみたいなウェルカムってのはまあそうそう、まあ、そんな感じですよお前の音楽聞いたぞみたいな、うんうんうん、I listened to your music みたいな、うんうん、That's really really wonderful みたいな感じでなんかいっぱい書いてて、いやだからついていけねえんだよみたいなお前すげえな、今朝の11時だぞみたいな、すごいね、すごいね殺す時は一息みたいな、ね、1週間前にめちゃめちゃ久しぶりにメッセージもらってよそうそう、で1週間音信不通になってよ、でそっからこれですよ、そうもう全力でもうこいつは口説くっていう、そっからもう在学中にデビューが決まったってことですよ、だからね、まあ、だからそういう話がってことよね、なってて、はい、いやはえめっちゃラッキーじゃんとか思っちゃって、うんうんうん、僕もめっちゃラッキーじゃんだね、ただなんか話がすごいなんか突然だし勝手に進んでるし、うん、アメリカってこんな感じなんだなとか思いながら、はい、なんかすごいなっていうのがちょっと本当に思ってて、うん、でしたら
そのコロナとかのでなんかねすぐにレコーディングしようっていう話だったんですけど、うん、ちょうど3月終わってぐらいでもうスタジオも全部閉じちゃったんですよ。ああそうか。だからレコーディングができないっていう話になって、うん、はいはい、まあだから入れるっていうまずはそっちの話の方向を詰めていこうっていう話に、うん、移行していってて、うん、で、まあ、そのさっきほどお話ししてるその奥さんなんですよ。アマットジャマルさんね、うん、でこの話も本当にすごくて僕びっくりしたんですけど、僕あの前にここに出演した時にも、うん、とお話ししてると思うんですけど、あんまり僕ジャズ知らないんですよ。そうだね、ちっとは知ってるんですけど、うんうんうん、その時の僕アンサンブルの授業で、うん、あのめちゃめちゃ有名な曲のオン・グリンドルフィン・ストリートありますよね。あの曲をそのさっき言ったようにあの、レコーディングしてあとその音をこう合わせるよっていうのがあって、うん、課題があって、うん、じゃあそれを、やっとけって言われてて、で僕その Facebook そんな本当自虐のつもりだったんですけど、うん、グリンドルフィン・ストリートなんて僕絶対弾かないので、うん、その、うん、弾いてるのを動画で撮って、はいはいはい、SNS に上げたら友達にウケるぞと思って、はいはいはい、僕上げたんですよ。したらなんか結構みんな、おお、なんかジャズ弾いてる、そんなアンサンブルお前撮ったのみたいな反応がいっぱい来てたんですけど、なんかしたら、その時ちょうど、ローラさんがアーマットさんと話をしてて、うん、そのご飯をなんか買いに行ってるかなんかで車で移動してる時で、うん、でなんか待ってたらしいんですよ、うん、でローラさんがちょうど僕がポストした時に、うん、あなんかポストしてると思って開いたら、うん、僕が演奏してるのを聞いてて、うん、したらアーマットさんがそれ誰が弾いてんだっていう話になって、うんうん、これ秀明ってあの今度のその、うん、その話をまだしてなかったらしいんですけど、まあちょうどいいからお話をしたら、うん、なんかアーマットさんがすごいなんか喜んでくれたらしくて、こいつすごいじゃんみたいな、今どういう話になってんのっていう話になって、今そのコロナでスタジオとかが閉じちゃって、うんうん、話をちょっと今ちょっと止まってるというか、うんうん、ちょっとストップした状態なんだって言ったら、うんうん、アーマットはもう今すぐこいつを、うん、あの入れろっていう話をしてくださったらしくて、しかもそのアーマットが聞いたのって最初グリンドルフィンを最初に聞いたの。そうなんです僕の曲聞いてないんですよね。すごいね。ちょっと受け狙いで上げさせるのかっこわらぐらいの点で、そうなんです、そうなんです、本当に自虐で上げたやつだったので、だから僕それまで、うん、いやジャズなんて弾けなくて大丈夫大丈夫生きていけるっていうような人間だったんですけど、うん、その話が出てきてからもう次の日からもう手のひら返して、うん、ジャズ弾けた方がいいぞってみんなに言い始めたんだって。まあそうだよね、そうだよね、弾けた方がいいぞっていうふうにこればっかりはな、もうね、うん、バードを知らなかった人がですよ。いや本当だよ、いまだに誰どういう人なのかよく分かってないですけどそういう話があって、うんうん、なんか次の日にそのローラさんから、はい、アーマットが話がしたいみたいなのが来て、すげえ実際に電話で、うん、あの対面してアーマットさんとお話をさせていただき、うん、あのまあ、その前とかに僕ワルツ・ホディビーとかのピアノソロでパッと弾いてたのがあって、うん、面白い曲弾くなみたいなのをなんかすごい言ってくれて、うん、でなんかその中でもなんかいろんな話をしてくれて、うん、まあ、なんか今コロナでちょっと大変な時期であれだけど、うん、まあ、俺もなんかこう苦しい時期とかもいろいろあったから、うん、もうこのまんま君はその音楽を、ね、ずっとやって、うん、あの一緒にその中で僕ができることだったらもうお手伝いするしみたいな、うん、であの一緒にその旅に音楽の旅に出ようよあのヒロミの時のように僕がヒロミにしてあげたようなことをやるからみたいなことを言ってくださって実際にすげえじゃんよ、めっちゃ気にかけてもらってんじゃん、めっちゃすごいと思って、うん、もうなんかもう目の前にはもうなんかもうね天国への道しか見えない、ね、なんかね光の道が見えるね、ね、なんか君はついてくるかいみたいなことを言ってくれて、うん、なんかアメリカって本当にこういうなんかかっこいい回しするんだなみたいな、うん、感じを、ね、一緒に旅に行こうじゃないかみたいな、うん、Let's go the journey みたいなことを言われて、え、実際にもう会うこともできました、その面と向かって、あ、見ました、あの、うんうん、会いました、僕あのアーシャを取らないといけないっていう話があって、うんうん、それが1月とか今年の1月とか2月かとかにあって、うんうん、であの実際にまずニューヨークに行って、うん、
でひろみさんとかのヘアメイクとか、あと三輪陽子さんとかのヘアメイクもやってらっしゃった、うん、エイジさんって、まあ、日本人の、ドライカット、しかも福岡出身の方なんですよ。すごい。飯塚とかだったかな、確かその辺が、まあ、福岡の出身で、もうアメリカにいてもなんかいろんなモデルさんとか切ってらっしゃる方で、でなんか実際に会いに行って、であの髪の毛切りに行くっていうのがあって、まあ、びっくりするのは本当なんかエイジさんとか着ると500ドルとかするんですよ。だから5、6万円の世界わで、そのお金とかも事務所が出してくれるんですけど、まあ、こういうなんかどういう髪型にされるんだ俺とか思ってって言ったら、なんか4時間5時間ぐらいずっとこうすっげえされてて、すっごい長かったんですけど髪の毛、切るなって言われてて、でどんな髪型にするのかっていうのを全く説明受けてなくて、全部剃られたらどうしようとか僕ずっと不安で思ってたので、したらなんかそのエイジさんが、まあ、ローラさん曰く、あんまり切りたくないんだと。で結構曲が曲なので、結構あのワイルドな感じにしたいんだっていう話が来てるんだよって言われてて、いやそんな話俺聞いてねえしとか思いながら、こう全部やってもらってもすごいかっこよくなって、ただなんか爆発頭というか、若干ひろみさんのデビュー当初みたいな、ああわかる、あんな感じになってて、で三輪陽子さんのアーシャも新しいの見た時に若干そんな感じなんですよ。なるほど。なんでうちの事務所はもしかしたら髪の毛をこう爆発させがちなのかもしれない。ちょっとワイルド、ちょっとワイルドに、ね、でニューヨークで一泊して、はい、アーマットさんが住んでるところってコネチカットっていうところで、まあボスと、まあ、マサチューセッツとニューヨーク州の、まあ、間というかのところにあって、で撮影しに行くぞって話で、あの初めてその時ローラさんとお会いして、でなんかローラさん結構すごくて、なんかいろんな社長っていうのをやってて、まあ、なんかスパかなんかのなんかなスタジオがあって、そこに行ってなんか洋服とかのあれをいろいろやって写真を撮って、でもなんかもう寒い中いろいろ雪がめっちゃ積もってる中で撮らされて、本当に僕固まってたんですけど、それが終わってじゃあ今からアーマットと会いに行きましょうっていう風に言われて、やばいぞこれ会えるぞとか思ってて、行ったらもう実際にそのアーマットさんのそのまあ家兼スタジオみたいなのがあって、まあピアノが2台置いてあって、でなんかキーボードとかもいろいろ置いてるんですよね、はい、でそういうところに来て、で初めてお会いして、でうわ本物だよみたいな、あの時90歳だったんですけど、結構シャキシャキしてて、へなんかすごい元気というか、なんかジョークも結構よく言う方で、でなんかピアノ弾いてよっていう風に言われて、嫌だ嫌だ怖い。あで、まあ、最初怖かったのが、スタンウェイのピアノが2台あって、こっちのピアノとこっちのピアノ、どっちも弾いていいよとか言われて、こう弾くんですよ、チラッチラッと、じゃあどうって言われて、音はって言われて、なんかこっちのピアノの方が、手前にあるピアノの方がちょ音が明るくて、奥の方のピアノの方がどっちかというとこう柔らかい音っていう感じがしますよね、っていう話をしたら、That's right って言われたんですよ、その通りみたいな、怖えこれ試されてるじゃんみたいな、そうじゃねもう怖いわ本当。いやすげえわー、すげえ。いろんな罠がある。これあの小曽根誠さんがね、バークリンの時に、あのチックコリアが来たんだって、で、同じようなこと聞かれたんだって、そのたまたまピアノの前に小曽根さんいらっしゃって、でチックコリアから、そのピアノどうだって言われて、あのこういう感じの音が、とみたいな話をしたら、いやそうじゃなくてお前はどう思うこれをって、うわみたいな、今バッティを磨いてきた。すげえな、本当それをされて、これ俺間違ってたらやばかったんじゃないかなとか思いながら、でなんかだからしたらアーマットは君の音は結構明るい音だから、こっちの手前の方がいいねみたいな話をしながら、じゃあなんか弾いてよって言われて、まあ1曲僕のオリジナル弾いてすごい喜んでくれて、その後に若干なんかなんて言うんだろう、その即興演奏というかそういうの弾いてたら、アーマットがその突然向こう側の向かい側のピアノの方に行ってこう弾き始めるっていう、一緒にこう弾き始めて
うわーすげえ。でなんか、まあ後から聞いた話だと、もうなんかアマットさんあんまりピアノも弾いてらっしゃらないらしくて、やっぱちょっともうきついっていうのがあって全然弾いてなくて、もうここ2年ぐらいはもう弾いてなかったらしいんですけど、なんかローラさんもなんかちょっとびっくりしたっていう話をしてて、なんか一緒に演奏してて、その音の、なんか僕あんまりあのまともにこうなんか考えて聞くタイプではないんですけど、なんかアーマットさんが1音出した瞬間になんか世界が変わったっていうか、すごい、なんか同じピアノだし、あ、まあ違うピアノじゃピアノなんですけど、そのまあピアノがあって、楽器で、まあそのチャのメーカーも一緒だし、でもなんか彼が弾いた瞬間になんかこう音の深みっていうか、なんか僕なんかも本当に到底、明らかにまあ年齢とかも考えて僕の方が指はまあ動くというかなんですけど、そのピアノはそうじゃないんだぞというか、それをなんか僕がなんか16個ぐらいなんかバーって弾いちゃう曲の中に、彼は本当にピアノ1音鳴らすだけとかなんですけど、なんかもう格が違うというか、それを見せつけられてやべえなって思っちゃって、そういう風に僕感じることあんまりないんですけど、その時やばいわこれはと思って、本当で、なんか演奏しながらなんかこうこっちおいでよというか、なんかそういう旅に出ようぜだよこれ、まさにジャーニーに誘われてるそういう感じの、もうなんか言われてるっていうか対話をしてる、達人のいざないだ本当にすごくて、なんかえすごいこれみたいな、いやでも浦君がやっぱ弾いたことによって、アマットは多分、ちょっとじゃあ一緒にやってみようと、ね、思わせたってことだもんね。そうだよ、そうだよ、それまでねあんまり弾いてなかったのにっていうね、そこからの、長回しでこのシーンを見たい、いやーすげえなー、まあ、すごくて本当に、すごいね、なんかバッキングとかでもまあお互いにこうやるんですけど、バッキング一つでも本当にすごくて、なんかこう僕、まあ、演奏はしてる、まあ、メロディーとか弾いてるんですけど、なんかもうアーマットの手のひらの上に転がされてるような、なんかもうアーマットの行きたいところに連れてかれてるみたいなところな、本当にすごくて、なんか今までそういう風に感じたことのないよう な, なんか新しい音楽というか、あ、これが音楽なんだなっていうのをなんか学んだというか、なんかバークリーでもその2年半とか学んでますけど、なんか一瞬でそういうのをこう超えてきたというか、なんかとんでもないものを見させられたっていうか、すごいね。でそれでなんかアマットもなんかすごい喜んでくれて、いやすごいなっていう風にちょっと僕もなんか固まってはいたんですけど、フリーズしてる状態だったんですけど、それであのなんか一緒にね頑張ろうみたいなこと言われて、すごいね。でその日はまあ今コロナ禍でアーマットさんそのお家はそこミュージックスタジオにも一人でそこにいて、で奥さんまた一緒に住んでるお家があって、まあちょっと離れるようにはしてるみたいで、僕そっちの家の方に泊めさせていただいて、でなんかここあのヒロミも前に泊まったことあるよみたいな、だから二人目よ二人目みたいなこと言われて、すげえな、家泊まってんだホテルとかじゃないんだ、もうリビングレジェンドの家に泊まるっていうね、すげえ話だな、もうなんかすごい有名な人の写真とかいっぱいあって、ジャック・バウアーの写真とかありましたよ、ジャック・バウアーキーファーザーランド、なんだろう、なんかいろんな有名な俳優さんとかの、すごいね、すごくて、いやめっちゃ有名な人いるやんって思いながら、ジャック・バウアーおるとか、おったね、ロバート・デ・ニールいるみたいな写真があるんですよ、僕そういう映画とかも好きなので、めっちゃすごい人たちいるじゃんみたいな、やばくないここみたいな、なんかアーマットと一緒に写真撮ってたりだとか、まあ、ローラさんと一緒に写真撮ってたりだとかがいっぱいあって、俺こんなとこ泊まっていいんだとか思いながら、すごいすごいことになってるね。なんかね。しばらく会わないうちに。いや本当そうだよ。すごいね。それがあって。でつい先日7月とかにももう一回あの今度はあのミュージックのそのエージェントブッキングエージェントの方との打ち合わせがあって、その時に
もう一回向こうの方に行かせてもらって、うん、はい、ちょうどアーマッド・ジャマルさんの91歳の誕生日の前日だったんですよ、はいはい、で僕すでにその前日じゃなくてその誕生日の当日朝に帰る予定だったので、はいはい、したらなんかアーマッドからあれ秀明もう一日泊まんないのとか言われながら、うん、いやもうバス取ってるんでとか言うから、うんうん、まあ、前日だったんですけど、じゃあ一緒にお誕生日でご飯食べに行こうって言って、でアーマッドさんめちゃめちゃあの日本食大好き で彼はあのイスラム教徒の方に入ってるので、はいはいはい、お肉とか食べないんですけど、うん、そのまあお寿司とか、お寿司じゃないな、うん、なんか野菜系のやつベジ食べるな感じの食べて、で僕もなんかいろいろ食べさせてもらって、うん、でその時とかもなんかチラッと見ましたけど、アマさんねあのブラックカードでしたからだろうよ、いやもうそりゃな、まあ、初めて見たとこ見ながらいやなもうな、いやもうなんかもうそれは文句ないよすごいとこ見ながら、プライベートパーティーも一緒にやってんだじゃん、そうなんですよ、ね、一緒にアマとシャマルとだよまあ僕とローラさんとアーマットさんとブッキングエージェントのモーリスさんの4人だけだったんですけど、一緒にご飯食べに行ってすごいじゃん、ごめん普通に疑問なんだけど、うん、どんな会話すんのその時って。あ、そうね、いやその会話がですね、うん、めちゃめちゃ面白くて、うん、僕そのあんまりシャツのこと知らないんですけど、はいはい、何年前にそれこそこの間言ったバードとかがどうたらこうたらのチャーリーパーカーと一緒に演奏した時の話とか聞かされてて、やべえわかんねえとか思いながら、え超すごいっすねとか適当に言いながら合わせるんですけど、でもアーマントさんでも91歳なんですけど、いろんな音楽聴いてらっしゃって、例えば僕大好きなあのメタルとか の, あのドリームシアターとか聴いてるんですよあの人。へえ、知ってて、でなんかこう僕はみたいな、うん、若い子たちの音楽好きなんだよみたいな、うん、それでも聴いてるんだってこう思ってたら、うん、ドリームシアターとかねって言われて、ドリームシアターはじいさんだよとか思いながら僕聞いてあの人たちは若くないみたいな、からするとそれはそ若くない若くないみたいないやだドリームシアター聴いてることがびっくりです、いや本当にでもちろん、まあ、あの帰ってきて、はい、あのこっちでの活動も、はい、あのもちろんね、うん、あの精力的に、うん、やってこそですから、はい、まあ、前回我々あのねご出演の後でライブ行かせていただいて、はい、まあ、本当にあのいい意味でのド変態な感じの16分の15秒しとかね圧倒されましたけど、いやすごかったね、うん、すごかったね、いややっぱ演奏いいんだわ、ね、確かに この男はね演奏の時がねいい顔してる、いい顔してる本当にもう、ね、めちゃくちゃ面白いって顔ずっとしてるんだ、ね、本当いいんだよな、あのリスナーさんもね行かれた方もいらっしゃって、はい、ありがとうございました、ね、本当に。で今回も、はい、あのこれからのライブ、うんうん、九州、はい、その他の県でも楽しめる、はいはい、ものが決まっているのがいくつかありますし、多分あの収録時からもしかしたらオンエアの間でも もっと決まってくるのかもしれないですけど、まずね、はい、11月12日、うん、金曜日、はい、スペーステラというあの前回、あ前回やった場所ですね、うん、あちらでトリオ編成で、ね、はい、開催されます。ちょっと紹介していただけますか、はいはい、11月12日の方に、金曜日ですかね、はい、スペーステラさんの方で、はい、まあ、もう一度、まあ、帰ってきたよということで凱旋ライブですね、はい、秀明浦トリオザトリオということで、うん、あと僕はあの去年の1月とかに、EP でインターセクションアフターイリュージョンという EP を出してて、まあ、3曲あって、うん、まあ、それのなんかライブみたいなのもやってないし、ちょうどそれを、うん、中心として他にもまあなんかいろんな曲を含めて、じゃあ演奏しようということで、まあそこで演奏させていただきます、うん、次もですか、うん、あメンバーは、あメンバーが、今回前回は対バンとして一緒に演奏していただいたんですけど、うん、今回はあのトリオのベーシストということで、うん、内田宗志さん、お出た、出ましたね、福岡の重鎮ですよね、うん、重鎮でありまたバークリー、そうなんです、バークリーの大先輩 で、うん、で内田宗志さんに今回入っていただいて、でドラマーの方には、はい、もう今期待のもう新星と言って もういいと思うんですけど、うん、太宰府に、在住の、うん、まだ17歳のドラマー、うん、のりとみつづみくん、というドラマーを今回お迎えして演奏しようと思って、うん、でつづみくんはなんかもう13歳の頃からなんかショー、ドラムのなんかコンテストとかでグランプリとかを取ってて、でなんかもうなんか
覚えきれないぐらい賞いっぱい取ってて、最近でもなんか2冠初めて、なんかローランドかなんかの主催の、ね、ドラムのグランプリでもなんか2冠史上初取ったとか。でもうすごい面白かったのが、うん、あのライブのための紹介文書きたいのでくださいっていうのをメッセージのグループに送ったら、鼓くんから、まあ、とりあえずのメッセージが来た後に、うん、もしかしたら今週そのドラムのグランプリの結果があるので、うん、変わるかもしれないのでもうちょっとあの送るの待っていただいていいですかって言われて、うん、あ了解ですって言って2日後その土曜日の結果で、うん、グランプリ取りましたって来て、かっこいいな、すごいなと思って、すごいな、てか天才の周りには天才が集まるなんだこの天才。浦君のあの幾何学的な複雑な曲とかも、しかももうリズムセクションのさ、うん、ドラムですよ、ね、いやちょっともう想像できないなあ、すごいね。であの実は、はい、お二人からちょっとコメントいただいてて、うん、え、うん、この番組でそういうことやるの、ね、ラジオっぽいよね、結構初めてだね、こんな作り込み、ね、面白い、ちょっと聞かせていただきたいと思います、はいはい、ドラマーの乗富つづです。今回浦さんとご一緒させていただけるということでとても楽しみに感じています。めちゃめちゃかっこいいライブになると思っているので皆さんぜひいらしてください。よろしくお願いします。どうも、ベーシストの内田壮志です。今回ですね、浦くんとですね、鼓くんと、すごいライブをやることになりました。普段ですね、やってる音楽と比べるとはるかに、中身の濃い、情報量が、すごい、なんていうんですかね、音楽、よくぞこんな曲を作れるなと。いう曲たちをですね、全力で演奏しますので、ぜひぜひ、見に来てください。すごい楽しみです。よろしくお願いします。内田壮志でした。バイ。ラジオっぽいでしょ。ラジオっぽい。すごい。こんな作りできるんだね、野村君。ちょっと感動してるよ。いや、鼓くんって思わず言っちゃいますけど、うん、もうなんかすごい爽やかな、なんかこうフレッシュなコメント。そして壮志さんの、壮志さんのね、重鎮な感じの時。ジャズやな。喋り、べしゃり。このデウラ君の3人が、すげえな。どんな感じになるのか。すげえな。面白いね、楽しみですね、これね。12日がスペーステラで、で同じトリオで、はい、19日、はい、11月19日金曜日、はい、これはジャズ工房西村さんで、へ、ライブ開催されます。ダザイフのダザイフなんですね、はい、おー楽しみだ。サブタイトルじゃないけど、あのキャプションが変拍子渦巻くプログレッシブジャズって書いてますよ。あーもう This is 裏。そういうことだろうがよ。だろうがよ。そのあたりは、その、レーベルからとか、なんか事務所側から、ライブやるときは、こんな感じでやれみたいなのはないんだ。まあ、ないですね。ああ、よかったよかった、うん。結構もう適当な感じだなって。特に日本ですし。そっかそっかね。日本語読めないし、みたいな。ね、足はつかねえぞと。バレなきゃいいんだよね。やればいいじゃん。だから事務所には、ここでライブするよっていうのは、うん、あの適当に言っといて、うん、お頑張れって言われてるだけなので。なるほどね。大丈夫です。すげえなー。ジャズ工房西村では6時開場、7時開演となっておりますね。はい、すみません、スペーステラの方言ってなかったですね。7時半開場、8時開演となっておりますね。いや、これマジ いやー、なんその間にいろんな経験してるわけだからね。すごいね。うん。すごいね。で実はその後広島行ったりとか神戸行ったりとか、はい、でもしかしたら東京もあるかもしれない、はい、なんてことになってまして、うん、でもしかしたらまた福岡でも、はい、ね、いくつか12月中にもしかしたら2公演ぐらい増えるかもっていう段階、うん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 、すごいね。ね、いやこれ本当あれだよ、うん、あの本当数年後、まあ、こういう聞き方も本当俺別にレコメンドしたくないけど、うん、でも本当これ、うん、あの数年後マジで自慢できるやつだよ。いや本当ね。おう、この距離で俺ジャズの小さな箱で俺浦君の演奏聞いてたから ねって言えるよ、うん、本当これ、うんうんうん、っていうキャリアの光の道が敷かれているということが、旅始まってますから。もうね、今日この放送で確実にもうね、知れ、世に知れ渡ったからね、うんうんうん、いやこれはすごいことだね。いやまあその調子で頑張ってくれたまえ、うん、上からで、あの1月のもう決まってるのかな。あ、はい、もう決まってます。お、
福岡。あ、福岡ね。うん、あ、いいですね。言ってください、言ってください。1月8日の方に、はい、そこの、ケボですかね、場所。うん、住所はそうなるのかな。で、うん、ボーダーという店で、はいはいはい、演奏をさせていただきます。はいはい。あの、木の島も入ってる、あのビルですね。はい、はい、はいはい。すごく素敵な場所。新しい会場、うん、新しいです。うん、そうですね。やっと今1年とか2年とかぐらいじゃないかな。うん、で、なんか、演奏者の方々も結構豪華な方々が来てて、うん、大西純子さんだったりだとか、うんうん、そうですね。で、まあ、なんかキャンセルにはな、あの、ん？中止かな？にはなっちゃったみたいですよ。佐藤筑前さんだとかも、うんうん、ああ、そうだそうだ。で、今月末はあの雲野武弘さんが、まあ、帰国してそこでも演奏されるっていう。まあ、ここの箱取れたんだみたいな感じなんですけど。だって、あの、この番組にもご出演いただいた国分弘子さんも、そうですよね、ボーダーでもやってらっしゃいますし、ね、あの、うん、まあ、ある種ビルボード、あのブルーノート泣き今、泣き今 ね、うん、あの、非常に希望としてある、うん、あの、貴重な箱の一つですよね、うんうん、で、その時は、まあ、対バンという形で、うん、内田宗志さんのグループと、うん、であと僕の方のトリオで、で、そうなってくると、その宗志さんの、ね、うん、あのストレスというか半端じゃないことになってしまうので、うん、ベースは、東京の方から、前回、スペーステラさんの方でやった時、ベーシスト宮地亮君、出た、僕と同い年のイケメンの、そうです、そうです、うん、スッとした、今回、招集しお前来いというのをメッセージで送りつけて行くって言ってでもだって宮地くんあれだもんな、前回のだってライブ見た直後に俺速攻でツイッターフォローしたもんね、うん、いや、こいつめちゃくちゃかっけえなと思う、いい、ね、演奏がいいんだわ、うん、ねえ、ねね、彼も最近なんか事務所かなんかに入ったみたいな。あら、そうですか。で、本当に2週間ぐらい前ですかね、彼、うん、あの、あ、自分のアルバム新しいの出してますから。へ、やばいな、なんか宣伝しちゃったけど、ミシュランいいじゃん、してやだなまあまあ、彼今回ベースで、再び入ってもらって、うん、ね、のりとみつづみくんとの、トリオでやろうという話で、楽しみです、ね、いいじゃんね、なんかね、福岡でこんな、あの、豪華なバンドが、ね、ガンガン見れるってのは嬉しい。間近で見れるってのが ね、うん、って言ってるけど、聞いた時にはね、みんなね、どぎも抜かれる、どぎも抜かれますよ、ね、あれあれ、どこ今どこ、今何拍目、何拍目、稼いでたけど無理みたいな乗ろうと思ってたのにみたいな乗れるんだけどね、乗れるんだけど、ね、不思議と乗れてしまうっていうのは、ね、そうなんだよ、うん、あれが面白いんですけどね。ぜひお越しいただきたい、はい、で、やっぱこのね、短期間でこんないろいろ目まぐるしく進化してるわけなので、うんうん、きっと帰国中のこのライブを重ねていく中でもあるな、うん、多分いろいろ裏側の中で芽生えるものがありそうな気がしてて、またなんかとんでもないところからとんでもない連絡来るなこの男の電話恐るべしFacebook のメッセンジャー欄恐るべしいや、ほんと興味深い話を、面白い、いい、うん、面白い、ね、いただきました。コロナに負けなかった人間の、うん、かかったけど実際に感謝したけど、したけど負けなかった、ね、幸運が打ち勝った男の話として、ね、いや、素晴らしい、これはなかなか聞けない話だったな、聞けない話でしたな、本当ね、すげえな、そんな秀明は準レギュラーだって言ってくれてるんですよ、うん、この番組もう、あの、いつか本当こちらからお願いさせていただくことになろうかと次いつですかねもう勝てない勝てないいやいや、ね、いや、すごかった、ね、いや、楽しく、あの、こうやってご一緒させていただける、はい、ね、本当に引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。お引越しに伴いガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様、お引越しが決まったら明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引越しのガス電気のお問い合わせは明治産業までご連絡。